結論でいくと、どうなっていたいのかっていうゴールをどれだけ明確にするか。コーチでっていう例であれば、分かりやすいのは5年後自分がこうなってたらいいっていうのはちょっと難しいんであればですよ。過去に目標達成する方法っていうことでセミナーを、ね、やらせてもらったんですけど、まあ、結論でいくとどうなっていたいのかっていうゴールをどれだけ明確にするか、やっぱり一番大事なことだと思います。でこれどういうことかっていうと、僕自身もそうだったんですけど、日々コツコツ頑張っていけば気がついたら自分の理想の状態になっているんじゃないか、積み上げの思考のパターンですけど、別に悪いわけではないんですけど、でもそうすると実は自分が叶いたいまたは行きたい方向に行ってない可能性があるんですよね。具体的にいくと、まあ、例えばじゃあ5年後にサッカー選手であれば、どの国でどのチームでどういう風に活躍しているっていうのが例えば5年後の理想で、その時にはじゃあどういう車乗ってて、どこに住んでて、家族構成はどうで、日常をどういう風にしてるのかっていうところまで具体的に明確にしていく。5年後がこうなってたら自分の理想です。その逆算でじゃあ2年半後にはこうなってないとここちょっと間に合いませんね。じゃあさらにそこから降りていって、この5年後この理想の状態達成するために何するべきなのか、こっちからの逆算で考えなきゃいけないんですけど、多くの場合意外とこんな風になりたいとかぼんやりは言うけど、漠然としてなりたい姿とか叶えたいゴールが、なのでまずはここのゴールを本当に明確にする、すごく大事なことだと思います。だから意外とそれができてない、プロサッカー選手になりたいって言うけど、どのチームでじゃあ背番号何番で年俸いくらもらっててどういう生活してるんですか、1週間はどんな風に過ごしてますか、この質問に答えられる人ほとんどいない。結局それはプロサッカー選手になれたらいいなっていうのを漠然としてるってことですね。まあ、今の仮に5年後って言いましたけど、本当に究極はですね、明日いよいよもうこと切れますと、なくなりますよっていうのが何年後になるか、そんなのわからないですけど、人生最後の日ですってなった時に、ああ自分の人生こうだったなっていうところを先に考えて、なんなら自分が亡くなった後に周りの人たちは自分に対してなんて言ってくれるか、この人をね生きてるとこういう人だったねっていうところまで決めるのが究極の逆算です。そのために今こう生きてるっていう風になるので、繰り返しになりますけど、明確なゴールを持つ、すごく大事です。意外とみんななりたい姿は漠然としてるし、深く言うとですね、何人かの人は理想の状態を明確にすればするほど体に違和感が出てきます。なんでかっていうと、それ自分はできないかもしれない、こうもどっかと思うからです。目標として作ってくださいって言われるから、作りましたけどできないかもしれないって思ったらそれできないんです。いろんな制限を外して、こうなってたら本当に自分の人生最高なんです、しがらみとかいろんな制限外してみて、でそれを他の人に言ったらバカにされるとか笑われるとかってあるかもしれないんだとしたら、別に自分の中に留めててもいいから、5年後10年後理想の状態これなんです、そのために自分はこうします、作ってもらえたらいいなと思います。これをもうちょっとチームでとかコーチでっていう例であれば、分かりやすいのは5年後自分がこうなってたらいいっていうのはちょっと難しいんであればですよ。1年後例えばじゃあ3月4月から新チームスタートしました、1年後このチームはどうなっていたら最高なのかっていうのを考えるのは割と難しくないと思うんですよね。でそれはどうなったら理想なのかっていうのは、ピッチ内では例えばこういうプレーができていて、ピッチ外では子供たちまたは選手たちはこういう、こう発言だったり行動していて、周りで見ている人たちがこのチームってこうだよね、このチームこんな風に良くなったね、こういうとこがいいよねっていう声があって、かつ、もし自分のことを評価する例えば育成部長がいるとか上に部長さんがいるとかっていうクラブであれば、その上司にあたる人たちから、あ今年のチームこういう風に、ね、作ってくれてよかったねってなんて言ってほしいかっていうところまで、1年後こうなってたら最高ですっていうのを考えたらいいと思います。だから4月からスタートします、夏ぐらいにはこうなってて、じゃあもう秋口冬にはこの理想にこうなってるよねっていう逆算でまた1年間のスケジュール組んでみる。でもちろんその通りに行ったか行かなかったかっていうのは全然いいんですけど、でもこういう風になってたいっていうのがなかったら、とりあえず日々の練習頑張ろうってなったら本当に進んでいるかどうかさえ分かんないんですよ、行きたい方向に。だから1回仮でもいいから1年後こうなってたら最高だ、こうなってたら最高っていうのが思い浮かびませんっていうんだったら、他のチームだったり過去見てきた自分のチームを参考にしてください。例えば今小学校4年生見てます、この1年後にこうなっててほしいっていうのはあんまりイメージ湧きませんっていうんだったら、他の4年生で、あこのチームすごい素敵だな、いいなっていうチームを探すためにたくさん見た方がいいし、でもしその4年生を何度もやったことがあるんだったら、そういえば歴代のこの子たちすごく良かったなっていうところを思い浮かべててもいいんですけど、サンプルだったり参考事例も取りに行くとここのイメージが明確になってくるかなと。